ダンテージョーンズは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、トレントン出身のバスケットボール選手。NBA のクリーブランド・キャバリアーズなどに所属していた。デューク大学で4年間プレーした後、2003年の NBA ドラフトで20位で、ボストンセルティックスから指名され、ドラフト当日にメンフィス・グリズリーズから27位で、指名されたケンドリック・パーキンスとのトレードで、グリズリーズ位。 グリズリーズでは4年間プレイしたものの、平均4.4得点に終わり、2007年夏には、クオリファイングオファーの提示もなく、完全 FA となった。2007年9月25日、ボストンセルティックスと契約するも、開幕前に解雇。12月10日にサクラメントキングスと契約するも、翌年2月16日に解雇。3月21日にフォートウェイン・マットアンツと契約し、 残りシーズンを過ごした。2008から09シーズンは、デンバーナゲッツでプレーし、2009年7月14日に、インディアナペイサーズと4年契約を結んだ。2012年7月12日、イアン・マヒンミのサイントレードの一環として、ダレン・コリソンと共に、ダラス・マーベリックスに移籍。しかし、平均3.5得点に終わり、2013年2月21日に、 アトランタホークスに放出。2013年9月にシカゴブルズと契約するも、翌月8日に解雇され、2013から14シーズンはプレーすることができなかった。2014から15シーズンはユタジャズのトレーニングキャンプに参加するも、開幕前に解雇され、11月26日に D リーグのフォートウェイン・マットアンツと契約。 翌年1月にロサンゼルスクリッパーズと10日間契約を結び、2月3日にシーズン終了までの契約を結んだ。3月9日のゴールデンステートオリアーズ戦の試合後にはドレーモンドグリーンの TV インタビューを邪魔したという理由でリーグから1万ドルの罰金を課せられた。2015から16シーズン開幕前は、 ブルックリンネッツのトレーニングキャンプに参加するも開幕前に解雇。12月4日にグランドラピッツドライブと契約。そしてシーズン終盤となった2016年4月13日にクリーブランドキャバリアーズと契約。シーズン最終戦のデトロイトピストンズ戦で先発出場した。5月21日の NBA。 プレイオフイースタンカンファレンスファイナル第3戦のトロントラプターズ戦では試合終盤にビスマックビヨンボにローブローを放ったとして1試合の出場停止処分を課せられたチームは2年連続で NBA ファイナルに進出ジョーンズ自身の出場機会は少なかったものの自身初のチャンピオンを経験した7月30日に解雇されたものの9月22日に シーズンキャンプ契約で復帰。開幕ロースター入りを目指すことになったが、開幕前に解雇された。その後は、無所属となっていたが、2016から17、シーズン閉幕直前に、再びキャバリアーズに招集された。ありがとうございます。